GP 計画ガンプラ進化の歴史。ガンダム開発計画とは、主に1991年に制作された OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーで登場するモビルスーツの開発計画です。ガンダム0083の作中では GP01 コードネームゼフィランサスとも呼ばれるガンダム試作1号機とその回収機フルバーニアン、そして GP02 コードネームサイサリスとも呼ばれるガンダム試作2号機、そして GP03 コードネームステイメンと、ステイメンが大量の武装を持つアームドベースオーキスと合体した姿であるデンドロビウム、そして GP04 コードネームガーベラをシーマ艦隊が偽装回収した機体ガーベラテトラが登場しました。また設定上、これら4機のガンダムの原型となった GP00 ブロッサムとも呼ばれる機体も存在します。これら GP シリーズの機体は人気が高く、さまざまなガンプラが発売されています。特にデンドロビウムは超大型の機体にもかかわらず HGUC でガンプラが発売されていますが、 HGUC 決戦投票2023受注生産特別企画にて再販希望ガンプラ1位を獲得しており、再販開始後数時間持たずして完売するほどの人気の高さを見せています。今回はそんな GP シリーズのガンプラの歴史について解説させていただきます。なお GP01 フルバーニアンはゼフィランサスフルバーニアンと呼ぶのが正しいですが、本動画内では地上仕様をゼフィランサス、宇宙船仕様をフルバーニアンと呼称させていただきます。我々の真実の戦いを後の世に伝えるために。変われガトー、それは一人前の男のセリフだ。まずガンダム開発計画最初の機体 RX78GP00 ガンダム試作0号機ブロッサムです。本機は OVA スターダストメモリーでは未登場で、もともとは電撃ホビーマガジン2002年6月号の企画ガンダムシークレットウェポンズファントムバレッツで初登場した機体でした。ブロッサムはガンプラとしては発売されていませんが、 B クラブからガレージキットとして発売されています。ガレージキットの性質上、未塗装でランナー分けもされていないので、ベテランモデラー向けとなっています。また食玩にはなりますが、フュージョンワークスガンダムコンバージで発売されています。どちらも現在は再販されていない限定商品です。最近はゲームガンダムバトルオペレーション2に登場したこともあり、知名度が上がってきているからか、2023年8月にはロボット魂で塗装済みフィギュアとして発売されましたが、ガンプラとしては今のところ話がないため、ぜひこの機会に HGUC やリボーン100などのガンプラとしても発売してほしいところです。データにないぞこいつは。次に機動戦士ガンダム0083の主人公コウ・ウラキが登場する RX78GP01 ガンダム試作1号機ゼフィランサスです。ゼフィランサスは初代ガンダムの純粋な発展機で、ガンダム開発計画の中では最も量産を意識したシンプルなデザインとして開発されており、作中では宇宙専用に完走したフルバーニアンも登場しました。フルバーニアンはバーニアを創設することで宇宙での機動力の向上に主眼を置いています。そんなゼフィランサスは主人公機ということもあって、最も多くのプラモデルのバリエーションが存在します。まず OVA が公開された当初、1991年6月に発売されたプラモデルが144分の1ガンダム試作1号機ゼフィランサスとなります。色が白と青の2色で構成されているため、さすがに昨今のガンプラに比べるとすぐみでの色分けや稼働範囲に乏しいという難点を抱えており、ガンプラ製作スキルが求められますが、全体的なプロポーションはしっかりしているのではないでしょうか。またフルバーニアンも同年12月に発売されました。ゼフィランサスは定価700円で、フルバーニアンは300円値上がりして1000円となりましたが、パーツの色分けは2色から5色になり、軸つながりの脚部パーツは股関節と足首にボールジョイントを採用し、コアファイター再現用のパーツも付属します。プロポーションも改善され、脚部が長めになったのでさらに見栄えが効きます。発売した1991年当時は湾岸戦争があったため、プラモデルを作る材料が確保しがたい時代だったと言われており、そういった事情も含めるとかなり尽力したプラモデルと言えるでしょう。少しは骨があるようだな。そして月日が経ち、
1997年8月に発売されたのがマスターグレード100分の1ガンダム試作1号機ゼフィランサスとなります。マスターグレードというブランドの名にふさわしく完成度の高いプラモデルとして登場しました。プロポーションはもちろんコアブロックシステムのギミックやシールド、そして肘膝などの細かな関節部の稼働を再現した革新的なプラモデルとなっています。さすがに昨今のマスターグレードに比べると武器をきちんと持たせることが難しかったり、色分けが完璧にされているというわけではありませんが、マスターグレードブランドが出た当初のキットとしては十分な出来栄えなのではないでしょうか。定価2500円というマスターグレードの中でもお手頃な価格帯なので、マスターグレードを体験するには手に取りやすいキットとなっています。そして同年12月にはフルバーニアンもマスターグレードでリリースされました。さすがに胸部ノズルの開閉ギミックは搭載されておらず、パーツを差し替える必要がありますが、マスターグレードゼフィランサスよりも後に発売されたこともあって、ゼフィランサスではコアファイターが少し破損しやすかったという欠点が改良されています。なお2年後の1999年にはフルバーニアンのコーティングバージョンも発売されています。そして2000年にはゼフィランサスとフルバーニアンはそれぞれ HG で発売されました。ゼフィランサスは定価1200円、フルバーニアンは定価1500円となっています。 HG は1999年から始まったブランドなので、まだ HG 黎明期のガンプラですが、マスターグレードでは合わせ目消しの処理が苦労するところが見受けられたのに対し、 HG ではパーツ構成の改良により合わせ目消しが楽になっています。ただしゼフィランサス、フルバーニアンともにビームサーベルはクリアパーツが使用されておらず、スカットサーベル刃が一体型のホワイト一色成形のパーツで再現されているため、ビームサーベルは塗装するか他のプラモデルから流用するなどすると見栄えが良くなります。またフルバーニアンの胸部や肩のバーニアは最初から型取りされているので塗装する必要があります。他にコアファイターの変形をオミットするなど、完全変形はさすがに再現されておらず、可動範囲も限られるなど、まだまだ課題が見られます。しかし非常にプロポーションが良く、長年愛される高い人気を誇るキットとなっています。その後発売されたのがこちら、パーフェクトグレードガンダム試作1号機。2003年に発売された本キットは定価2万円とパーフェクトグレードらしい高額なキットではありますが、ゼフィランサスとフルバーニアン両方が楽しめるコンパチ仕様となっています。プラパーツでのディテールアップはもちろん、メタルパーツが使用されているのでさらにリアリティが上がりました。そのため作る際はプラスドライバーが必要です。完成させた後も雰囲気を上げるために専用メンテナンスハンガーがセットで付いており、整備アームに乾燥用パーツを設置して乾燥シーンなどの整備風景を再現するという楽しみ方もできます。そして可動ギミックのクリアランスも調整されているので、可動と見栄えの両立が実現しました。総パーツ数1252点というとんでもないボリュームなので、作るのに苦労する分、完成した後の圧倒的な存在感と達成感を味わえるキットなのではないでしょうか。やるしかないもんな。そして10年の時が経ち2013年、リアルグレードで発売されました。ゼフィランサスとフルバーニアンはそれぞれ別パッケージで登場します。リアルグレードはその精巧さからガシガシ動かして遊ぶことには不向きですが、ディテールは今までの HG とは比べ物になりません。各所パーツ分け、色分けがしっかりなされており、リアリスティックデカールを貼ることでパーフェクトグレードに迫るかっこよさがあります。見た目だけでなく、シールドの伸縮ギミックやコアブロックシステムもさらに洗練されて再現。フルバーニアンも同様で、見た目に特化され、ユニバーサルブーストポッドの可動ギミックやショルダーバーニアポッドなどのギミックも再現。胸部バーニアはさすがにカバーのみ取り外す必要があるものの、スライドギミックが内蔵されています。リアルグレードはHG と同じサイズでありながら、13年に及ぶ歳月できめ細やかな作り込みが施され進化しました。ポーズを決めて飾るのにおすすめな一品となっています。あの大きさであれだけの機動性があるのか。このようにゼフィランサスとフルバーニアンが144分の1、マスターグレード、 HG、 リアルグレードと進化を遂げる中、同時に高い人気を誇るアナベルガ島の搭乗機 GP02 サイサリスも幾多のガンプラが発売されています。まず1991年の OVA 発売当時には
1号機と同じく144分の1で発売されました。お値段はフルバーニアンと同じく定価1000円。塗装をするとかっこいいとは言い難いプロポーションではあるものの、アニメの雰囲気を楽しめます。しかしこのキット、ゼフィランサス同様2色成形なのですが、素組み状態だと本来白色であるはずの胴体がなぜかグレー。さらにプロポーションもいまいち整っているとは言い難い出来栄えから、次に期待という声が多く聞こえてくる一品となりました。なお YouTube の今日の模型チャンネル様では、課題てんこ盛りのこのキットを徹底的に回収し、気の遠くなりそうな作業の先に素晴らしい一品に仕上げた動画を公開されています。また他にもアニメ塗り作品や、とても元がジャンク品だったとは思えない作品を多々公開されています。概要欄にリンクを貼っておりますので、皆様もぜひこちらの動画もご覧ください。この男、ずいぶん肝を舐めたようだな。144分の1で新さんを舐める思いをしたサイサリスですが、その次に発売されたのがこちら、マスターグレードサイサリス。マスターグレードゼフィランサス発売の翌年である1998年、お値段定価4000円で発売されました。フルバーニアンが3000円だったので1000円値段が上がりましたが、サイサリスらしい重厚感のあるフォルムになりました。ギミック面でもコックピットハッチの開閉やフレキシブルスラスターバインダーの展開ギミック、バックパックへの核弾頭搭載ハッチなどが再現されています。ただこの頃のマスターグレードには可動範囲や武器の保持という課題がありました。サイサリスの場合、アトミックバズーカは肩から担ぐことで保持できますが、さすがに巨大なラジエーターシールドを構えることはできないので、シールドを構えるには接着剤を使用するなど何らかの工夫をする必要があります。しかしそれを差し引いてもプロポーションが素晴らしいので、現在では多くの上級者モデラーの方々が本キットと最新キットをミキシングして最新のサイサリスを作っておられる様子が見られます。なおフルバーニアン同様スペシャルコーティングバージョンも発売されています。その次に発売されたのがゼフィランサスと同じく HGUC144分の1番。 HG ゼフィランサスが発売されて6年後の2006年、定価2200円で発売。この頃の HG はかなりの進化を遂げており、 ABS を採用することでマスターグレード以上に柔軟な可動域を持っています。また武器の保持力問題も持ち手を角型に変更したことでかなり解決しており、アニメの再現がしやすくなっています。またもう一つ、翌年にはバリエーションキットも登場しました。それが HGUC サイサリス MLRS 仕様。 MLRS は本編に登場しておらず、ハーモニー・オブ・ガンダムと呼ばれる2006年に展開された極地専用モビルスーツプロジェクトの一環で、ゲーム戦場の絆に登場した装備となります。アトミックバズーカがビームバズーカになり、バックパックに多連装ロケットシステムを装備した仕様です。サイサリスのガンプラはここまでしか発売されておらず、ゼフィランサスと異なりパーフェクトグレードやリアルグレードも発売されていないので、リメイクしたマスターグレードやリアルグレードでの発売を期待したいところではないでしょうか。我らの悲願果たすにはまだ時は満ちぬか。次に甲賀終盤で登場したガンダム試作3号機です。まずゼフィランサスとサイサリス同様、ステイメンも1992年に144分の1で発売されました。お値段はフルバーニアンと同じく定価1000円。フォールディングバズーカやシールドの伸縮ギミック、そして腕部に搭載されたフォールディングアームは腕ごと別でグレー一色成形ながら、アームを展開ギミックがきっちり備えられており、さらに武装に加えて全体的なプロポーションも非常にいいことから特に高く評価されているキットです。その次はサイサリスから2年後2001年4月にマスターグレードで発売されました。マスターグレードらしく各武装の折りたたみギミックやフォールディングアームのギミックがきっちり再現されています。こちらも1号機や2号機と同じく根強い人気を誇りますが、さすがに発売されて20年以上が経っており、バージョン 2.0 が待ち望まれるキットの一つなのではないでしょうか。そしてステイメンはサイサリスを差し置いてマスターグレードと同年の2001年12月に HG 版も発売されました。 HG 初期のプラモデルということで、ゼフィランサス同様ビームサーベルはホワイト一色のプラで表現されるなど
パーツの構成や色分けにまだまだ課題が残っていますが、各種武器の展開ギミックは再現されていて、プロポーションも良いキットとなっています。ステイメンは他の武装バリエーションなどはなく、 HG 以降は発売されていません。しかしステイメンはオーキスとドッキングすることで破格の大きさのデンドロビウムになるという最大の特徴を持ちます。デンドロビウムは 38.5m と大きく、プラモデルとしては商品化が難しいからか、1990年代には220分の1サイズでことぶき屋から発売されていたのみでした。しかし2000年には SD ガンダム BB 戦士としてデンドロビウムが発売されたのを皮切りに、翌年2001年には HGM550 分の1デンドロビウムが発売、そしてさらに翌年2002年には HGUC144 分の1デンドロビウムが発売されました。よほどユーザーの要望の声が多かったのでしょうか。2000年から怒涛の3ラインナップが登場しています。 BB 戦士版はともかく550分の1のサイズでも全長 25cm ほどになるので、これでなんとか机の上に飾れるほどのサイズといったところでしょうか。ただステイメンが 3cm ほどしかないので、塗装まで行うのはかなりハードルが高いキットとなっています。 HG 版は144分の1ということで、ステイメンの造形が良くなり塗装もしやすくなっていますが、逆にオーキスがとんでもない大きさになり、完成時のサイズは1メートルを超えます。しかしその存在感から、モデラーならば一度は作ってみたいキットなのではないでしょうか。 HGUC 決戦投票2023の受注生産特別企画、再販希望ガンプラ1位を獲得し、受付開始後数時間も待たずして完売となっていることから、その人気の高さがうかがえます。3号機あってのものでした。そして GP シリーズの最後の1機、ガーベラテトラと OVA 内には登場していないものの、その元になった試作4号機ガーベラです。ガーベラテトラに関しては3号機までと同じく、1992年に144分の1ガーベラテトラが発売されました。こちらはアニメ以上にがっしりした体型として立体化されました。色分けに課題が多かった初期144分の1モデルの中でも、もともと赤系で統一されたカラーリングだからか、配色が統一されており、ディテールもしっかりしているということで、この当時に発売された GP シリーズの中では最も出来栄えがいいという声も見られます。その後3号機までと異なり、長らくガンプラとしては発売されていませんでしたが、21年の時を経て2013年、ついに HGUC 版が登場しました。2013年はすでに HG の技術もかなり確立されている頃なので、プロポーションはもちろん可動域なども申し分ありません。また追加パーツとしてシュツルムブースターが付属されました。シュツルムブースターの大きさはかなりありますが、装着させても意外と自立は安定させることができます。なおガーベラテトラに関しては一般販売ではこの2点のみですが、2016年にプレミアムバンダイで機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー宇宙のカゲロウに登場するシーマ艦隊に譲渡する際のロールアウト時のデザインのガーベラテトラも発売されました。このガーベラテトラはツインアイとブレードアンテナを備えたデザインで、こちらも出来の良さから高い人気を誇るキットとなっています。また本来の試作4号機ガーベラもリボーン100で2015年に発売されました。リボーン100はマスターグレードと同じく100分の1スケールのガンプラで、外装のディテールはマスターグレードそのままに、内部のフレームを簡略化することで初心者でも組みやすく知ったガンプラとなっています。ガーベラもそのコンセプトにたがわず、パーツ点数が少ないもののマスターグレードに引けを取らないプロポーションやディテールから高い人気を誇っており、近年では店頭で探すことが難しくなりましたが、2021年一度再販されています。その期待はこのシーマ様がもらうことになってるんだからね。ということで以上 GP シリーズのガンプラ進化の歴史でした。 OVA 放送当時144分の1で発売された4機体ですが、マスターグレードや HG で発売されていき、ゲームとのコラボもあってバリエーション機体が発売されたサイサリスや超大型キットにもかかわらず、圧倒的な人気を誇るデンドロビウム、設定だけだったはずの幻の4号機の立体化など、 GP シリーズは少しずつガンプラが発売されています。
最新機関製品のロボット魂では各機体が登場し、設定上の機体試作0号機ブロッサムが立体化され、さらにスマホ用ゲーム機動戦士ガンダム UC エンゲージではガンダム開発計画につながるエンゲージゼロやエンゲージガンダムが登場していることから、今後さらに GP シリーズのラインナップが増えていくのを期待したいところです。私個人としては次はリボーン100ブロッサムを期待したいところですが、皆様はどう思われますでしょうか。ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。よもや連邦の助けを借りる日が来ようとはな。ガト、今だけだぞ。君も将校だろ、対極的にものを見ろ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。